あなたの知らないあの街の歴史をシンプルに解説していきます。今日は日本が世界に誇る巨大都市、進化するメトロポリス、東京の歴史を説明していきます。皆さんご存知の通り、言わずと知れた日本の首都です。日本の中央にある関東地方にあって、太平洋に面する都市です。東京はこんな形をしていまして、東は東京湾から西は多摩丘陵まで広がっています。今日は主に東京の中心部である現在の東京23区を中心に、皆さんが意外と知らない東京の歴史をなるべくシンプルに説明していこうと思います。東京には様々な側面があります。数多く残る歴史や伝統、ビジネスや行政の中心であること、そして世界でもなかなか類を見ない、どこまでも続く大都市の街並み。3530万人を誇る世界最大の都市圏の中心であり、富裕層向けの旅行雑誌コンデナストトラベラーでは世界で最も魅力的な都市第1位に選ばれたこともあります。また現在では184カ国55万人の外国人が住む世界有数の国際都市でもあります。ユーラシア大陸の東の端の小さな島国で、なぜこのような巨大な都市が生まれたのか、歴史を紐解いていきましょう。それでは時間を巻き戻してみましょう。あまり遡りすぎてもあれなので、平安時代ぐらいから始めてみたいと思います。江戸時代まではざっくりと説明していきますね。それではまずは現在の東京、あるいは過去の江戸の基礎知識と江戸時代までの流れをざっくりと説明していきます。まず東京があった場所なんですけれども、遥か昔はですね、武蔵の国豊島郡という名前で呼ばれていました。まあ、今も東京に豊島区という区があって名前残っているんですけれども、たくさんの島がある場所、豊かな島と書くので、たくさんの島が存在する場所という意味の名前でした。でも今の東京にたくさんの島はないですよね。これが実はこの時代はこのように今と海岸線が全く異なっていて、多くの地域は海の中にありました。このようにお台場なんていうのはもう完全に海の底だったんですね。なので東京にはたくさんの島があって、まあ、そういった意味で豊かな島ということで豊島郡という名前になっていました。まあ、お台場はもちろん海の底だったんですけれども、他にもですね、例えば清澄白河だったり、今の品川駅、まあ、新幹線が通るような大きな駅ですね、品川駅も海の底でしたし、なんと築地市場のある築地もこの時代は海の中でした。またこの東京の海にはたくさんの川が流れ込んでいました。これは現在の河川ですけれども、例えば今も多摩川、隅田川、荒川、元荒川、そして江戸川と主要な河川だけでもたくさんの川がですね、海に流れ込んでいます。実はこのたくさんの川が海に流れ込んでいるというのが江戸の由来になっていまして、この江戸という字ですね、江戸の江という字なんですが、これは川という意味です。そして江戸の戸、扉の戸という字ですけれども、これは入り口という意味です。こんな風にたくさんの川が流れ込んでいるので、川の入り口という意味で江戸とこの周辺は呼ばれていました。で、これだけ川がたくさん流れ込んでいるので、実はこの江戸という地域は湿地帯が広がるジメジメした住みにくいところでした。まあ、この辺りは湿地帯なんですけれども、まあ、海は近いので漁は盛んでした。ただ湿地帯はやはり家を建てて生活するには向いていないので、住む人が多い地域ではなかったようです。また東京の西側にはですね、今も存在しているんですけれども、武蔵野台地という台地が広がっています。この武蔵野台地という土地は海沿いのようにジメジメとした湿地帯ではなかったんですけれども、その代わりものすごく乾燥した場所でした。川がない上にものすごく水持ちが悪い、つまりまあ水はけが良すぎて雨が降っても全然水がたまらないんですね。なので水場の近く以外は全く農業に適さない、そんな土地でした。こんな感じで湿地帯と乾燥した大地に挟まれた江戸は決していい環境の町というわけではなかったのです。まあ、なのでそこまで多くの人が住んでいる地域ではありませんでした。まあ、そんな江戸なんですけれども、徐々に開発が始まっていきます。平安時代に武蔵の国では秩父氏という豪族が非常に大きな勢力を持っていました。まあ、これは今埼玉県の秩父という地域、地方というか地域ですかね、に名前が残っている、まあ、そんな有名な豪族でした。この秩父一族の一部がですね、江戸に移って、そこで秩父という名字から江戸という名字に変えます。この江戸氏が平安時代に江戸の支配を始めます。で、それによって江戸の開発が始まりました。で、この江戸というのは先ほど言った通り海に面していまして、
漁などが非常に盛んでした。なのでこの江戸市の支配下で例えば浅草に港ができたり、江戸港という港ができたり、品川港という港ができたりですね、まあ、いくつかの港が発展してきました。これらの港がこの後の江戸の発展の基礎になっていきます。さて秩父市は平安時代から室町時代ぐらいまでこの江戸を支配していたんですが、室町時代になると江戸市は多摩地方に拠点を変更します。そこで空いた江戸に入ってきたのが太田道灌という人物でした。この太田道灌という人物は武蔵の国で大きな勢力を持っていた扇ヶ谷上杉家という名門ですね、名門の大名の重臣で、まあ、文武両道の人物として非常に有名な武将でした。この太田道灌が江戸に入って作ったのが1457年江戸城が完成します。江戸城が完成したことにより江戸は城下町になりましたので、ちゃんとした町が形成され始め、住む人も結構増えてきたんですね。ちなみにこの時代の江戸城はこんな感じの平山城というですね、領地支配とか戦、遠くまで見渡すことができるので戦に適した形式の城でした、まあ、決して豪華な城ではなくて実用的な城だったと思われます。まあ、さて太田道灌はですね、3つの港とともに江戸を発展させていくんですけれども、まあ、さらに今に続くものとしてはですね、江戸の鎮守として比叡神社をこの時代に開きます。まあ、現在もですね、溜池山王のオフィスのビル群のど真ん中にドーンととてつもなく大きな鳥居がこんな感じですね、存在感抜群のあの比叡神社です。この比叡神社は室町時代にできました。まあ、このようにですね、江戸城ができ、あるいは神社なんかもできて文化が発展していく、あるいは港が物流の中心になって町が活気づいていく、まあ、こんな感じでですね、江戸は発展をし始めます。特にこの頃は江戸から関西に至るまでの航路が開発されて流通網が築かれていました。なので江戸の港には京都に運ばれる米とか特産品が集積される、まあ、そんな一大物流拠点になっていきます。これによって江戸は東国の玄関口と呼ばれるまでに発展していきます。またこの時代ですね、室町時代あるいは戦国時代はたくさんの大名あるいは豪族がですね、関東地方でしのぎを削っていた時代です。なのでたくさん争いが繰り広げられていました。なので、まあ、現在の東京からは想像がつかないんですが、実は東京にもたくさんの城がありました。まあ、江戸城はもちろんのこと、現在の世田谷にはまあ、名前そのままですけど世田谷城という城、あるいは板橋の方には稲月城、そして石神井城、八王子には八王子城や滝山城といった城が、まあ、他にも100ぐらいですかね、100に近い数の城が東京近辺にあったと言われています。まあ、こんな感じでたくさんの城ができるということはですね、兵士もこの城には住みますし、その兵士の世話をする人だったり、あるいは兵士に食料を運んでくる人とか、あるいは物を売る商人とか、まあ、そういった人たちが集まってくる、まあ、そんな感じになるので、まあ、江戸あるいは江戸の近辺はですね、まあ、どんどん活気づいていったわけですね。そんな感じで太田氏の支配下で江戸は活気づいていくんですけれども、まあ、太田道灌の死後ですね、まあ、太田氏からこの江戸の領有権が扇ヶ谷上杉氏に移ります。まあ、ただ扇ヶ谷上杉氏もですね、まあ、すぐに滅んでしまって、まあ、滅ぶというか没落してしまい、その後北条氏が江戸を支配することになります。ただこちらもご存知の通り、北条氏はですね、豊臣秀吉の小田原攻めで滅亡してしまいます。まあ、そこで北条氏の後釜として江戸にやってきたのが徳川家康です。まあ、ここで徳川家康は江戸幕府を開いて江戸時代が始まるわけなんですが、まあ、この時ですね、家康が江戸に入った時は江戸はもう荒廃して何もない寒村だったみたいな話がありますけど、まあ、それはおそらく誇張した話だと思われます。というのも先ほど説明した通り、まあ、江戸は東国の玄関口としてですね、発達した要衝だったので、まあ、非常に活気のある地域だったんじゃないかなと、まあ、今では言われています。まあ、ただやはりここに幕府を開いて、まあ、たくさんの人が集まると、幕府のお膝元城下町として発展させていくためには、まあ、かなり江戸には課題が多くですね、徳川家あるいは江戸幕府はこれからさまざまな改革、大改造ですね、江戸の大改造をしていくことになります。はい、ということで江戸、まあ、現在の東京の大きな転換点である徳川幕府による江戸の大改革について説明をしていきます。はい、まあ皆さんご存知だと思うんですが、江戸幕府が開かれるまでは日本の中心は近畿、まあ、昔畿内と言いましたけど畿内でした。まあ、というのも豊臣秀吉は大阪城を居城にしていましたし、朝廷は京都にありましたよね。
なので日本の中心は、まあ、ずっと近畿だったんですね。ただ江戸幕府が開かれて一気に関東中心の世の中になっていきます。まあ、もちろんそれまでもこの江戸であったり関東というのは北条氏が豊かな国を作っていたんですけれども、やはり幕府が開かれるとなると、まあ、ものすごい量の人であったり物が関東に集まることになるんですよね。当然これまで、まあ、そんなことは経験したことがないので、関東はなので徳川幕府はこの江戸をですね、人と物がたくさん集積できる、まあ、そんな都市に作り変えていく必要があったのです。そのために江戸幕府が取り組んだいくつかの大きな事業を紹介していきたいと思います。まずは全ての根本である治水事業ですね。具体的に言うと利根川と荒川の川の流れルートを変えるというものすごく大きな事業を江戸幕府は実施しました。でこちらがですね、現在の関東地方の主要な河川の川の流れです。まあ、これは現在なんですけれども、江戸時代の初期、江戸幕府ができたぐらいの頃は川の流れがこんな感じになっていました。まあ、一番目立つのは右側の方に、まあ、千葉の方に流れていた利根川という大きな川が、まあ、この時代は千葉の方には流れておらず東京湾に注ぎ込まれていたんですね。まあ、こうなると何が起こるかというと、この上流のですね、水が江戸の海に大量に流れ込んできて、まあ、江戸の下流域は先ほど言った通り、まあ、湿地帯、ジメジメして住みにくい湿地帯だったんですね。しかもこれらの川がですね、立ち悪いことに頻繁に氾濫をしていました。まあ、氾濫をすると当然町であったり、まあ、畑だったり田んぼが水浸しになってしまいます。まあ、しょっちゅう水浸しになるような場所を幕府の城下町にするわけにはいかないですよね。まあ、なのでこの問題を解決する必要がありました。そこで江戸幕府が目をつけたのが、日本最大の流域面積、そしてトップクラスの水量を誇る利根川と、名前の通り頻繁に河川の氾濫を起こす荒れた川であった荒川の流れを変更することでした。めちゃくちゃな大事業です。まずは利根川からです。まあ、実は荒川と利根川というのは途中で合流をしていたんですけれども、その利根川を荒川から切り離して利根川の流れを東側にずらす、まあ、そんな工事を始めます。最終的に利根川は上流で流れを変え、銚子のあたりから太平洋に流れ出る、まあ、そんな感じの川の流れに変更されました。まあ、これで日本最大の川である利根川の水が江戸湾に、まあ、今の東京湾ですけれども注ぎ込まれない、まあ、そんな状態になったんですね。でその次は荒川です。この荒川も上流で流れを変更して西の方にずらす、まあ、もっと言うとこの氾濫しにくい入間川という川に合流させて江戸湾に流れ出るようなルートに変更しました。まあ、この利根川と荒川のルートの変更というのも効果が絶大で、やはりまず水害がなくなったので毎年安定して、まあ、農業、まあ、農業だけじゃないですよね、商売だったりそういったものもできるようになります。まあ、特に農業だと思います。江戸の人口が増えていくので、この関東、江戸の周辺で、まあ、当然農業が盛んにならないと食料が供給できないんですけれども、まあ、毎年水が氾濫すると、まあ、畑がダメになっちゃうんですよね。まあ、そういったことがなくなったので安定して農業ができるようになりました。またもちろん安心して多くの人が住める地域、まあ、そういった地域が増えました。なので江戸の人口増、人口の急増ですね、というものに耐えられるような環境になったんです。まあ、この治水、利根川と荒川のルートの変更というのがもうものすごく重要で、なおかつ大事業でした。ちなみに利根川をずらす工事に60年もかかっています。まあ、それだけ長い時間をかけてでも必ずやらなければいけない、まあ、そういった事業だったんですね。はい、そして次に重要だったのがこの人口増加への対応、まあ、特に東京湾の埋め立て、そして江戸の拡張です。まあ、先ほどあの昔の海岸線は今よりもだいぶ陸側にあったと、まあ、多くの今の町地域が海の底にあったという話をしたと思うんですけれども、まず江戸幕府が埋め立てを開始したのは江戸城の目の前にある日比谷から東のエリアでした。まあ、実はこの時代の江戸城は目の前が海だったんですね。まあ、こんな感じで江戸城の前にですね、日比谷入江という入江があって、その向こう側には江戸前島という、まあ、島というか半島ですかね、まあ、そういったものがありました。まあ、この埋め立ては人が住めるエリアを増やすのはもちろんなんですが、まあ、海の目の前に江戸城があるとですね、江戸城に海から敵が侵入する恐れがあるんですね。なのでその可能性を潰すというのも大きな目的でした。まあ、ということでこの日比谷入江であったり
この日比谷エリアの向こう側ですね、東側の埋め立てというところに最優先で着手をしたわけです。まあ、ただ埋め立てをするためには埋め立てるためのこう土砂が必要なんですが、それは江戸城の北にある神田山、まあ、現在の湯島とか本郷とか、まあ、その辺りのエリアなんですけども、そこにあった神田山という山を切り崩して調達しました。これによって神田山の山の頂上、まあ、上の方ですね、まあ、今でもあの本郷とか台地になってるんですけども、山の上の方が切り開かれたので、この神田山にも人が住めるようになりました。江戸城の東側埋め立てられたエリア、あるいは神田山、こういった人が住めるエリアが一気に増えたので、まあ、まさに一石二鳥といった埋め立てになったわけですね。でこの埋め立てでできたのが、例えば今でいう築地、あるいは丸の内、あるいは赤坂、そしてまあ月島、まあ、佃島ですね、佃、まあ、こういったエリアはこの埋め立てで生まれています。まあ、丸の内なんてもう本当に江戸城のすぐ近くだったんですけど、まあ、それでもあそこは海だったわけですね。さらに江戸には大きな問題がありました。それは増え続ける人口を排出するたくさんのゴミです。このゴミをどう処理するかというのが大問題でした。そこでこのゴミも埋め立てに利用しようということになりました。まあ、そこでこのゴミを現在の門前仲町とか清澄白河とかがあるまあ深川エリアですね、深川エリアにどん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 ゴミを投入していって、深川エリアを埋め立てていきます。この埋め立てられた深川は、下町としてですね、まあ、たくさんの庶民が住むエリアになりました。このような埋め立て、あるいは利根川とか荒川の治水とともに江戸の町はですね、どんどん広がっていきます。江戸時代の初期、まあ、1600年頃ですね、はものすごく江戸っていうのは小さな範囲で、東は現在の人形町であったり浜町ですね、日本橋浜町、北は神田、そして西は麹町、これがぐっと1660年頃には広がって、東は深川や築地、そして北は浅草であったり、あるいは今の駒込ですね、で南は芝、麻布、そして目黒、まあ、こういったエリアが新たに江戸の範囲になったんです。まあ、ここから分かる通り、浅草というのは最初の頃は江戸ではなかったんですよね。この段階で初めて江戸に組み込まれたわけです。まあ、それでもだいぶ江戸の端っこで、なんかこう浅草っていうと江戸の中心、江戸文化の中心みたいなイメージありますけれども、まあ、おそらくこの時点ではそんなことはなくて、やはり江戸の中心というのは神田であったり日本橋であったり、まあ、そういったところだったんだろうなというふうに思います。はい、さらにですね、20年後、1680年頃ですねには江戸はさらに拡張します。まあ、そこで主な宿場町である千住であったり、あるいは南は品川、北の板橋、そして西の高井戸、まあ、こういったところまで宿場町ですね、この辺りまでが江戸になりました。これで江戸は15キロから20キロ四方の大きな町になります。これが大江戸と言われる形です。まあ、このようにですね、江戸の拡張、あるいは東京湾の埋め立てによって多くの人が江戸の町に住めるようになってですね、住環境というのは改善していきました。まあ、人口もどんどん増えていきます。また埋め立てによってゴミ問題も解消しましたし、さらに江戸城に海から敵が侵入するという脅威も解消されました。まあ、ということで東京湾の埋め立てであったり江戸の拡張というのは非常に大きな意味があったわけですね。でちなみになんですけど、大江戸にはですね、江戸800野町と言われるたくさんの町ができました。まあ、実際には1000以上あったとかなかったとか言われていますけれども、まあ、今でもですね、実はこの江戸時代の町の名前というのは東京に残っています。まあ、たくさん残っているのは日本橋のエリアですね。例えば、まあ、日本橋っていうのは江戸時代初期から江戸であって、まあ、今では考えられないんですけど、今ではまあ高級なこうエリアというイメージですけど、昔はあの庶民が住むような由緒ある下町でした。まあ、例えば今でも大伝馬町であったり久松町、本町、堀留町、本国町、あるいは日本橋人形町と、まあ、こういった地名がですねあるんですけども、これらはすべて江戸時代から続く由緒ある地名になっています。まあ、日本橋の他にもですね、江戸の町の名前が残っているエリアとして、まあ、神田エリアがあります。まあ、神田あるいは秋葉原とか、まあ、そのあたりですね、このあたりも伝統的な下町で江戸の町名が残っています。で例えば神田須田町、まあ、今夜町、あるいは乗り物町、まあ、北乗り物町という名前になってますけど、まあ、乗り物町であったりは加治町、まあ、こういった町の名前は江戸時代からあった名前ですね。まあ、ちょっと面白いのは秋葉原駅のですね北、まあ、この四角で囲んだエリアですけど、まあ、このちっちゃいエリア、ここはあの神田相生町というこれも江戸から残る町でして、ものすごく狭いです。秋葉原駅、まあ、行ったことある方だったら分かると思うんですけど、この辺り家ないんですよね。
なので神田養生は人口が0人です。まあ、人口0人であってもですね、歴史を守っていこうという、千代田区の気概を感じますね。日本橋や神田エリア以外はですね、ほぼ江戸の旧町名で残ってないんですけど、港区でいうとですね、わずかに麻布十番の近くに麻布間宮穴町であったり、あるいは麻布長坂町といったものが旧町名として残っています。ちなみに有名な蕎麦屋のですね、長坂さらしなというお店があると思うんですが、これは江戸時代にこの長坂町、麻布長坂町で、開業した蕎麦屋がルーツです。厳密にはちょっと違うんですけど、はい。ただそんな感じですね。またこの麻布間宮穴町ですね、この間宮穴町という旧町名、間宮穴ってこれタヌキの穴と書くんですけど、名前の通りですね、江戸時代は森ですね、未開の森のようなところです。タヌキが出てきそうな場所、ということでですね、麻布とか六本木とか、そのあたりっていうのは、昔の江戸ではですね、かなり田舎のエリアだったということがわかるかなと思います。ちなみにここからさらに西に進んで渋谷なんかがありますけど、渋谷は江戸の外でした。渋谷村という谷合いの村だったわけですね。であとですね、駅名にも江戸の旧町名は残ってます。例えば山手線の、御徒町、あるいは田町、そしてですね、東京メトロの神谷町、こういったところも江戸の旧町名です。せっかく東京に住んでいたり、東京を訪れる場合はですね、ちょっとこういった町名を目にしたら、江戸時代にですね、思いを馳せてみるとですね、結構ロマンがあっていいんじゃないかなというふうに思います。こんなふうにですね、多数の町ができていったわけなんですけど、さらにですね、ちょっと豆知識をお話しすると、これ有名な話ですが、この時代にですね、江戸城の鬼門ですね、風水でいう鬼門、特に北東と南西なんですけど、ここを守るために、有名な寺院が作られました。昔からあった浅草寺、そして太田道灌が作った比叡神社、これも江戸城の鬼門を守っているんですが、さらにですね、上野の寛永寺、花見なんかで有名な上野公園の上野の寛永寺ですね。であとは芝の増上寺、東京タワーのすぐ近くにある増上寺ですね。こういった寛永寺、増上寺といったものすごく大きな寺院、江戸の鬼門を守るために建てられました。こんな感じで、たくさんの町ができ、有名な寺もでき、人も増えてですね、文化的な発達、発展というものも見られるようになっていきます。そして3つ目の大事業は生活環境の改善ということで、上水道、これ飲み水ですね、の整備になります。これどういうことかというと、江戸というのはですね、今説明したように、拡張をどんどん拡大していって、人口がもう急増していきます。でそうすると当然飲み水っていうのは、みんな日々水飲まないと生きていけないですから、飲み水というのは当然消費量が多くなるんですけど、ただ残念ながら江戸というのはですね、先ほど言った通り海の近くの湿地帯がもともとだったんで、井戸を掘ってもですね、塩水が出てきちゃったんですね。で塩水っていうのは当然飲めないわけです。なので別のところから飲める水を江戸に運んでこなきゃいけなかったわけですね。飲み水の確保がもう超重要課題だったということです。なので人が飲める水をどこかから運んでこようと、持ってこようと、でそのために上水道を作りましょうという話になったわけです。で最初に江戸幕府が目をつけたのは神田川の上流にある井の頭池です。井の頭池から神田川に沿って流れる水を、現在の早稲田近辺ですね、で取水して江戸の町に水を引いて使っていました。これが神田上水と言われる上水道です。ちなみに取水した水を江戸の町に運ぶときに、神田川の上を通すためにですね、水道橋ですね、橋ですね、水が渡る橋が作られたんですが、その水が渡る橋があったのが現在の水道橋です。これもまた読んで字のごとくですね。でこの神田上水というのはもう本当に江戸っ子の誇りでして、神田上水の水で産湯を使うということが生粋の江戸っ子の証明でもありました。こんな感じで江戸の人々からですね、感謝され、あるいは誇りに思われていた神田上水なんですが、人が増えるに従って神田上水の水だけではもう全く足りなくなってくるんですね。そこでまた別の上水道を作る必要に迫られます。でそこで次に目がつけられたのは多摩川のはるか上流にある現在の羽村ですね、羽村市から多摩川の水を引いて江戸まで運んでくるという計画です。こんな感じでものすごく長い距離水を引いてこようということですね。武蔵野台地を通して江戸まで持ってくるという計画なんですが、これが多摩川上水です。これも有名な上水ですよね。これは江戸最大の上水道で、ちなみに今も一部が使われています。全長は42キロメートルもあります。
しかもこの42キロの上水道をどのくらいの時間で作ったと思いますか？なんとたったの8ヶ月で完成させてます。昔の人はすごいですよね。でこの玉川上水があったおかげで江戸の飲み水問題というものはついに解決されます。でしかもこの玉川上水は飲み水の問題を解決しただけではなく副次効果ももたらします。それはですね、この上水道が武蔵野台地を通っているというところが非常に重要なポイントで、この玉川上水から武蔵野台地のいろんなところにですね、用水路をこうやって引いたわけですね。でこれまでは水はけが良すぎて乾燥しきった武蔵野台地だったんですね。まあ、農業に全く向いていない場所だったんですけど、これによって一気に多くの地域に水が行き渡って農業が可能になりました。でこれにより武蔵野台地で農業が盛んに行われるようになったんですね。これは非常に重要なポイントで、やはり江戸の人口が急増していると、もちろん飲み水も大事なんですけど、食料もですね、たくさん必要なんですよね。まあ、その食料を、この武蔵野台地で野菜を作れるようになったというところで、食料供給の改善にも玉川上水は一役を買ったわけです。ということで玉川上水ができたことで、まあ、飲み水がちゃんとあるので江戸に大勢の人が安心して住めますねということ、そして武蔵野台地でしっかり農業ができて江戸に対して食料供給がちゃんとなされるようになったという、こういうまあものすごく大きな効果を神田上水であったり玉川上水はもたらしたわけです。そして最後にご紹介する大事業が交通や物流の改善ですね。で主には五街道の整備になります。この頃の江戸では昔からの港が発展していて、海運によってさまざまなエリアとつながっていました。でこの海運で物流が成立していたんですね。しかし陸路はですね、非常に大きな問題があって、関東のですね、西部には秩父山地であったり丹沢山地、あるいは箱根ですね、今も箱根山ありますけど、なので山々がそびえて、西からですねこうやって陸路で入ろうとするとこの山を越えるのがものすごく大変だったんですね。なので新しい道、まあ、立派な人が通りやすい道をですね整備する必要がありました。そこで江戸幕府は江戸と京都をつなぐ道として、まず東海道を整備します。この東海道というのは海沿いの平らな地域、比較的平らな地域ですね、まあ、歩きやすい地域を通る道路で、この時代の主要道路でした。まあ、この道路を通って陸路、たくさんの人や物が江戸や京都あるいは大阪を行き来したわけです。ただこの東海道というのはですね、途中で大井川だったり富士川だったり、まあ、大きな川を渡らなきゃいけないんですね。で例えば大雨が降ったりなんかして、その川がですね増水をすると、そこでまあ水が引くまで足止めを食ってしまう、まあ、そんなルートでもありました。まあ、そこで、まあ、そこでというわけではないんですが、まあ、歴史的なルートなので、まあ、別のルートとして昔からあった中山道をですねしっかり整備して、これも江戸と京都をつなぐ主要な道路として活用しました。でさらに江戸が万が一敵に攻められたり陥落して、徳川家の一族が避難をする必要に迫られた時に、徳川家の一族が藩主を務める甲府まで逃げやすくするためにですね作ったルートというのが、これが甲州街道です。この三街道がですね、基本的にはこう江戸と京都あるいは大阪、東と西を結ぶ主要な大きな道として多くの人に活用されました。でさらにですね、奥州街道という街道もできます。これは江戸や奥州、江戸というのは今の北海道ですけれども、奥州、今は東北地方ですね、からの流通の中継地として栄えていた、まあ、現在の福島県の白河という場所があるんですが、白河に大きな白河の関というですね、関所もあったんですけれども、その白河と江戸を結ぶ街道です。これは奥州街道ですね。でさらにですね、日光、これは鎌倉時代の源頼朝も寄進をしていたほど、まあ、源氏のですね武家の棟梁とつながりの深い日光山あるいは日光権現といったものがある地域なんですね。で徳川家康もですね、まあ、その日光山だったり日光権現に対する信仰が厚かったと。で徳川家康の死後にはですね、この日光に東照宮という寺ができて、家康の遺骸ですねが、ここに収められることになります。なので江戸から日光にですね参詣をする人っていうのも結構多かったんですよね。まあ、そういった人たちのために作られたのが奥州街道から分かれて日光街道になります。まあ、これら5つの街道、東海道、中山道、甲州街道、奥州街道、そして日光街道、これらの5つの街道を総称して五街道と言います。これによって、まあ、行商人やあるいは伊勢神宮、善光寺とかそういったお寺への参詣客、旅行客の移動がスムーズになりました。江戸の陸路交通と物流は大きく改善して人の行き来が飛躍的に増加していきます。これが江戸の町の発展に大きく寄与していくことは、まあ、これ間違いないという形になるわけです。
まあ、陸路の話を今まで結構してきたので、ついでに海路、海運ですね、についても触れておきましょう。この時代、江戸には海路でもですね、様々なルートで全国から物資が集まるようになっていました。一つ目は東回り航路と言われるものです。これは秋田の酒田ですね、今の酒田市の酒田と江戸を結んで、北海道蝦夷であったり、欧州、東北の物産を運ぶ、まあ、そういったルートです。そして二つ目はですね、西回り航路と言われるものです。これは今の山形のあたりから日本海を通って下関を抜けて瀬戸内を通って大阪まで行く、まあ、そういったルートなんですけれども、山形とか秋田とかそのあたりっていうのは昔から米どころだったので、多くの米がこの西回り航路あるいは東回り航路で大阪であったり江戸に運ばれることになります。でさらに大阪と江戸を結ぶのは菱垣海線や樽海線と言われる船でした。生活物資全般を大阪の堺の商人が江戸まで運ぶ菱垣海線、まあ、そして酒とかですね、ぬかとか、まあ、醤油みたいな醸造物ですね、そういったものをスピーディーに腐らないうちに運ぶ樽海線、こういったものが発展していって、江戸にさまざまな、本当に日本全国さまざまな地域から多くのものが海運でも運ばれてくるようになりました。でこのようなまあルートでたくさんの船が江戸の港に入ってくるわけなんですが、まあ、この船には当然物資が満載されているわけですよね。で次に問題になってくるのが、この物資をですね、まあ、港に着くのはいいんですけれども、そこから江戸の町に運んでいかなければいけないわけですよね。でこれが人力で運ぶにはまあ相当無理のある量だったというところで、まあ、江戸幕府は江戸の町に水路を張り巡らせて、港からその荷物を小舟でですね運ぶことを計画します。で実際に昔の地図、江戸の地図を見てみるとこんな感じでですね、今もう全然ないような細かい川であったり水路というものが江戸の町中にバーッと張り巡らされている、まあ、そういう形になっているんですね。なので江戸という町は水路が張り巡らされた、まあ、水の都でもあったわけです。まあ、こんな形でですね、まあ、まず五街道ができて、江戸と各地域の行き来というものがとても楽になりました。で多くの人がですね江戸に来るようになりました。あるいは多くの人が江戸から地方に行って、そこで何か商売をして戻ってくるであったり、あるいは観光に行くみたいなことが行われるようになりました。そして江戸に水路がしっかり張り巡らされたので、水路でさまざまなものが運ばれてくるので、江戸の人々もとても便利な暮らしを享受することができるようになりました。まあ、ということでですね、いろいろな江戸幕府の事業を説明していきましたが、まあ、徳川家康あるいは徳川幕府はすごいですね。で利根川、荒川の治水、東京湾の埋め立て、江戸の都市部の拡張、上水道の整備、神田上水とか玉川上水ですね、そして五街道の整備、江戸の水路網の整備と、まあ、こういったことをですね、まあ、急ピッチで進めて江戸の町をどん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 発展させていくわけです。でこの結果ですね、江戸がどうなったかというと、まあ、この時代大きな町、世界には江戸の他にもロンドンであったりパリ、まあ、今は大きな町ですけれども中心地として存在していました。で例えばこれ人口を見てみるとですね、パリはこの時代人口60万人、ロンドン85万人でした。でそれに対して江戸というのは、まあ、なんと100万人を超える人が住んでたんですね。ということで実はこの江戸時代、この江戸の町はですね、世界ナンバーワンの町だったんですね。まあ、ここまでしっかり計画されて、いろんな事業が行われて、人が住みやすく、物も集まりやすい、まあ、そんな町だったので、まあ、世界の中でも本当にトップクラスに素晴らしい町だったということになります。まあ、関東の片田舎の小さな漁村湿地帯だった江戸がもう何段階もグレードアップして、まあ、ものすごく大きな町になったという、まあ、大きな転換点、それが江戸幕府による江戸の大開発でした。では続いて、江戸時代の次に現在の東京にとって大きな転換点だった江戸から帝都東京になる時代、これを解説していきます。はい、明治時代になるとですね、大政奉還というものが行われます。まあ、これは江戸にいた徳川家、そして京都にいた朝廷、まあ、このパワーバランスがですね大きく変わる、そういった出来事でした。まあ、それまでは当然徳川家、江戸の方が力強かったんですけれども、江戸幕府から権力を朝廷に戻すと、まあ、これが大政奉還だったんですね。なので権力というかパワーバランスとしては、関東の方が強かったのが、またもう一度畿内、まあ、朝廷のいる畿内ですね、近畿の方に権力の基盤がまた移ることになります。でそうなるとですね、まあ、せっかく発展した江戸なんですが、また日本の経済や行政の中心を江戸から京都に移すのか、まあ、という議論が生まれるわけですね。まあ、当然京都の人なんかは京都にまたこう、なんですかね、京都は都ですから、京都がまた日本の中心になるということを望んでいたと思うんですけれども、この明治政府、
の偉い人たちはですね、やはり江戸幕府がなくなってしまうと、せっかく作ったこの大都市、世界ナンバーワンの人口を誇る江戸という町が寂れてしまうんじゃないかと、これもったいないよねという意見だったり、あるいはこの江戸にあった各藩の大名のですね、立派なお屋敷、あるいはもちろん江戸城、そういった立派な施設を、本当は新政府でも活用できるのに、それを活用しないのって、これもまたもったいないんじゃないかという意見。あとですね、江戸というのは道も広くて、京都に比べて道も広くてですね、都市設計をしやすいよねという意見、こういった意見があったので、実はその明治政府の偉い人たちっていうのは、引き続き江戸を日本の行政であったり経済の中心にしていきたいと、そういう意見の方が強かったわけです。ただこの時代、天皇陛下は京都にいるわけですから、じゃあ江戸を中心にするということは、京都から江戸に遷都をするのかと、そうなると、またこれはまた大きな反発が生まれてしまうんですね。そこで最終的にどういう判断になったかというと、京都と江戸、これを東西両京2つの都にして、で京都は京都で都のままなんだけれども、天皇陛下には東の京である東京、江戸ですね、に行っていただこうと、そういった形になったわけです。これを東京天都と言います。これ仙都ではなくて天都、ちょっとあまり見たことない感じだと思うんですけど、この天都というのは新たに都を作るという意味です。都を移すと遷都になるんですけど、単に移さずに作るというのが遷都なんですね。これ先ほど言った通り、東西両京になっているので、東京に新しく都を、京都も都だけど新しく東京に都を作るという意味で東京遷都と言われています。でこの東京遷都の結果、天皇陛下はですね、京都から江戸の町に下校することになります。そしてこの江戸という町が、名前が改められて東の京都、そして東京という名前になりました。でまた天皇陛下は東京の江戸城、こちらを居城にするわけなんですけれども、この江戸城もですね、名前が変わって旧城という名前になりました。これで東京は単に幕府があった行政経済の中心というだけでなくて、皇帝をいただく帝都になったのです。さて東京の正式名称は、この時代は東京府と言われるものでした。そしてこの東京府の藩都というか領域はですね、かつての江戸の領域を引き継いで成立しています。で10年後の1878年には、この東京府はですね、周辺部に範囲を広げながら、人口が集中していた旧江戸の領域を東京市という行政区を作って、その中に15の区を設定しました。東京府の中に東京市というものがある形になったわけです。そして1893年には、西側のですね、多摩地区、これ東京の管轄の前は神奈川県が管轄していたんですけれども、その神奈川県から管轄を東京府に移して、あるいは伊豆とか小笠原諸島といったところも併合して、東京府は今の東京都とほとんど同じ大きさになりました。ちなみにこの時代、新橋と横浜をつなぐ形で日本で初めての鉄道も開業します。これルートを見ていただければ分かる通り、沿岸部を通って走る、そういった鉄道なんですけれども、この鉄道の絵があります。これは現在の田町の周辺の絵なんですけれども、現在の第一京浜より東側、海側ですね、というのは埋め立てられてなかったので、こんな感じで海の上に線路を作ってですね、鉄道を通しているのが分かります。さあこんな感じで鉄道もできて、東京も帝都になって、江戸という素晴らしい町を残しながら発展を続ける東京なんですけれども、ここでですね、徳川幕府の江戸の大開発に続いて、東京が大きく改革改造される、そのきっかけになる事件が起こります。それが関東大震災です。この関東大震災からの復興、そしてこの復興による近代化というところは非常に東京にとって重要なイベントだったので、これについてはしっかりと説明をしていきたいと思います。1923年に発生した関東大震災は、東京にとって極めて大きな打撃となりました。というのも、なんと死者は7万人、地震そして火事ですね、による死者は7万人、そして東京市社会局の調べでは、地震での倒壊、あるいはその地震によって起きた火事で焼失した家屋というのは、なんと40万件で、ほとんどがその火災によるものだったらしいんですけれども、そういった形で40万件の家がなくなってしまったんですね。これはなんとこの時代の東京の全部の家屋の 60% に当たる、そんな被害でした。で考えても見ていただきたいんですけれども、今東京のですね、家ですね、家の半分がなくなったら、これはもう都市の壊滅ですよね。大げさではなくて、本当に壊滅的な被害を受けてしまった東京なんです。でここから東京を復興する、そういった必要があるんですけれども、どうせ復興するんだったら
江戸から続くこの東京の街をですね、近代化させていこうと、そういう計画が立ち上がります。これは帝都復興、震災復興再開発事業と言われるものです。でこの再開発はですね、現代に続く東京の原型を作ることになります。いくつか重要なこの時の東京の変化を見ていきたいと思います。まず一つ目は大規模な区画整理です。かつての東京の街並みは、このような感じで人口が非常に密集していたので、家と家の間がとても細い道路で仕切られていました。よって関東大震災でも一軒が火事になると左右だけでなく向かいや後ろの上にも簡単に燃え広がってしまって、結果的に40万軒の家が焼失してしまいました。そこで住宅地であってもこのように4メートル程度のですね、広い道を作ることにしたのです。こういった道、こういう広い道は今もいろんなところで目にしますよね。これはこの関東大震災の教訓を生かして、道幅をちゃんと広く取って火事の時に火が燃え広がらないようにしようと、そういうことだったんですね。またこれに伴ってごちゃごちゃとしていた道をまっすぐに整えて区画をきれいに整理する、そういったことも行われました。例えば上の浅草の震災前後を比べてみましょう。こんな感じです。震災前がこちら、震災後こちらですね。このようにですね、震災前は細い道がごちゃごちゃごちゃっとしているんですけれども、震災後こうやって赤くちょっとこう線を引いてみましたが、このようにですね、大きな道が整然と通っていることがわかります。でさらにですね、同じ区画をちょっともう少しクローズアップして見ていきたいと思うんですが、このようにさらに拡大して見てみるともっと一目瞭然ですよね。この震災後はですね、大通りに挟まれたこの区画の中をですね、きれいに道がまっすぐ碁盤の目状になって通っていることがわかります。こういった区画整理はスムーズな交通はもちろん暮らしやすさの改善につながっていったんですけれども、他にも重要な効果がありまして、この道の下にですね、容易にですね、まっすぐなこう土管ですね、配管を通すことができるようになったんですね。これで何ができたかというと、後に水道管であったり、あるいはガス管というものを効率よくこういったまっすぐな道に通していって、各住戸にですね、水やガス、電気を行き渡らせることができるようになったわけです。この区画整理による、道の何ですかね、直線化というんですかね、まっすぐ整った道にしたというのは、今の東京にも続くですね、非常に大きな社会インフラの改善につながったわけです。そして2つ目の大きな変化は大通りと橋の整備です。この関東大震災後にさまざまな大通りができたんですけれども、こういった大通りはですね、今に続くものが非常に多いです。例えば昭和通り、そして銀座の前なんかを通っている晴海通りですね、そして東京駅の目の前の八重洲通り、あるいは靖国通り、新宿を通ってますよね。こういった通りは関東大震災の後に、幅広い大きな道路として作られました。こういった道路があることによって、当然たくさんの、交通量をですね、さばくこともできるんですけど、これもまたですね、火事の延焼というものを防ぐ効果というものを期待されていたわけです。でさらに115個の橋ですね、東京っていうのは川が多いエリアですから、この川が多い東京に115個もの橋を、新たに架けました。で特に有名なのがこの隅田川に架かっている橋です。例えば琴戸橋、駒形橋、蔵前橋、清洲橋、相生橋、この辺りの橋はですね、関東大震災後に建てられた橋ですし、永代橋もですね、その中の一つです。これは東京に住んでいればですね、必ず何かしら通ったことがあるような、そういった橋になります。こういった橋も関東大震災後に作られて今に至るまで残っているわけですね。そして3つ目の変化は防災を目的とした公園や、あるいは公共施設といったものができたことです。こちらも今に残り多くの人に愛されていますが、例えば隅田川沿いの隅田公園、そして日本橋にある浜町公園ですね、あるいは錦糸町の錦糸公園、こういったものも火事の時に、あるいは地震の時に避難先となって、そしてあるいは火の延焼を防ぐ、そういった目的でこういった公園が作られています。このような大規模な公園だけでなく、小さな公園が都内に52箇所作られました。そしてその横にはですね、鉄筋コンクリート造りで耐火性あるいは耐震性の高い建物として学校も建てられました。もちろん学校というのは今もうすでに老朽化しているので建て替えが進んでいるとは思うんですけれども、この時代にできた公園というのはですね、今も都内にたくさん残っています。そして4つ目の大きな変化は近代的西洋的な建築部を作って東京の街に美しい美観を取り入れたことです。この関東大震災後の建築は優美で西洋的なテイストを持つ建築様式で、なおかつ耐火性耐震性の高い鉄筋コンクリート像というのが主流でした。
例えばこの写真は日本橋の三井本館ですね、代表的な震災復興建築と言われています。まあ、なかなかこう優雅な感じですよね。それまでの和のテイストとはやっぱりこう打って変わって西洋的なテイストになっています。まあ、この他にも有名な建物がたくさんできています。例えば日比谷公会堂、2016年から耐震性の問題で休館していますが、つい最近までいろいろなイベントで使われていた現役の施設です。京橋の交差点にある明治屋、これも今も建物そっくりそのまま残ってます。明治屋もあります。あとこれはもうすでに表参道ヒルズに建て替えられてしまったんですけど、非常に有名な、マンションだった表参道にあった同循環アパート、そしてお茶の水にあるですね、ニコライ堂の前にある聖橋、まあ、これも優美なアーチ型の、橋桁を持っている綺麗な橋なんですが、まあ、こういった建物が建てられて今に至るまで活用されているわけです。まあ、このように関東大震災を契機に区画の整理であったり、あるいは新たな建築物、あるいは大通り、橋、そういったものが作られていったわけですが、その他にもたくさんの近代化が進みます。例えば震災の2年後には山手線が開通します。またさらにその2年後には上野浅草間で現在の銀座線の前身である地下鉄が日本で初めて開業します。さらに1931年には現在の羽田空港である、この時代東京飛行場という名前だったんですけれども、空港が羽田に作られます。こうして東京の交通状況はどん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 進化を遂げていくわけですね。まあ、さらに行政区分にも大きな変化が現れます。まあ、先ほど言った通りこの時代の東京というのは東京府、そしてその中に東京市というものが存在していたわけなんですが、この東京市もともと15区しかなかったのが、1932年には現在の東京23区と、まあ、ほぼ同じ範囲に東京35区が成立します。まあ、ちょっと今よりも区の数多いので、例えば現在の港区というのはこの時代は芝区、麻布区、赤坂区、この3つぐらいに分かれていたんですけど、まあ、そんな感じではあったんですけれども、まあ、ほぼほぼ今の23区と同じ範囲というものが、区として成立するわけですね。で、そしてついにですね、1943年に東京府と東京市が統合して東京都という行政単位が誕生することになります。これが今に続く東京都の誕生です。このように関東大震災後の再開発や変化といったもので作られたインフラ、建築、そして行政区画というのはたくさんのものが今の東京に残っています。まさに東京の原型が作られた時期といっても過言ではないでしょう。まあ、このようにいい感じで近代化が進む東京ですが、そこでさらに試練が訪れます。江戸幕府による江戸の大開発、関東大震災を受けた復興開発、それに続く大きな転換点は、そう、第二次世界大戦です。では第二次世界大戦を受けた戦後復興と、それに続く高度成長、あるいは東京オリンピックという転換点を見ていきましょう。第二次世界大戦の末期、1944年から1945年にかけて東京はなんと100回以上もの空襲を受けます。まあ、特に有名なのが東京大空襲ですね。これらの空襲によって爆弾でコンクリート造の建物は壊れ、あるいは焼夷弾で木造建築の多くは焼けてしまいます。関東大震災の時のように再度東京の街は壊滅状態になりました。そして1945年に終戦を迎えます。この終戦を受けてですね、東京では戦災の復興で、まあ、さらにですね、東京をより良い街にしていこうじゃないかという計画が立てられます。例えばさらなる大規模な土地の区画整理、あるいは大規模な計画緑地帯、まあ、公園とかですね、そういったものの造営事業、あるいは日本にはなかった幅100メートルの大規模な道路の建設計画など、東京の街をさらにアップグレードさせていこうという計画が立てられます。しかしですね、思ったようにはいきません。というのも、まずは日本を占領したアメリカからそんなにたくさんの金を使う、復興事業はダメだと、そもそも今緊縮財政でなるべくお金を使わないようにしなさいという指示が下ってしまうんですね。なので大規模な投資が不可能な状態になってしまいます。さらに東京都の知事もですね、都市の開発なんかより家を失った東京都民のですね、生活を立て直すことの方が圧倒的に優先だと、再開発なんかしてる場合じゃないという主張が出てきます。まあ、これらの反対によって計画はどん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 縮小してしまいます。どのくらい縮小したかというと、例えば都市の区画整備の対象地域を見てみると、この計画の、まあ、当初ですね、計画当初は2万ヘクタールの土地を区画整備しましょうという計画だったんですが、まあ、その1年後には対象地域はなんと1万ヘクタール、半分になってしまいます。そして3年後にはもうわずか2000ヘクタール、もう当初の計画の10分の1ですね。まあ、ここまで縮小してしまうんですね。なのでまた東京の街を関東大震災の後のようにですね、大改造しようという計画もあったんですけれども、それは残念ながら実現しませんでした。
しかしこういった戦災復興事業への大規模投資に反対していたアメリカも、戦後混乱期に収益にたくさんできた闇市であったり屋台ですね、屋台群の排除、整理には本腰を入れることになります。これはなぜかというと治安が悪くなるからですね。でこういった闇市であったり屋台群を管理あるいは統制するために一箇所に集めるということが行われたんですが、それによってできたのが例えば今の上野のアメ横、アメヤ横丁ですね、あるいは渋谷の地下に広がる渋地下、これあれですよね、最近の渋谷駅の再開発でだいぶ様変わりしちゃいましたけど、これ昔の渋地下ですね。ここにも渋谷の駅前に広がっていたこう屋台の群れですね、そういったものがギュッと押し込まれたわけです。そして新橋駅前に今もドーンと立っているニュー新橋ビル、これももともと闇市でした。まあ、ニュー新橋ビルなんかはこれ見ていただければと思うんですけど、さすが昔闇市だけあって、まあ、今も非常に怪しい雰囲気なんですよね。まあ、特に2階とか3階とか、まあ、かなり怪しい雰囲気です。まあ、いい店もすごい多いんですけどね、まあ、あのお近くの方ぜひ一度行ってみてください。他にもですね、さらに同じように闇市から成立していったのが今も東京の重要な居酒屋文化を支える横丁たちです。新宿駅西口のすぐ近くにある思い出横丁であったり、渋谷ののんべい横丁、あるいは吉祥寺のハーモニカ横丁など、まあ、最近は再開発でどんどん横丁が消えていってしまってるんですけれども、まあ、こういった有名な横丁はまだ残ってますので、ぜひ今のうちに訪れてですね、まあ、東京の戦後間もなくの、闇市から生まれた横丁の雰囲気をですね、ぜひ体験してみてください。まあ、こういった横丁が今も残っています。そしてもう一つ東京にとって大きな課題だったのが空襲で壊れた建物の大量の瓦礫の処理です。これをしかもあまりお金を使うなと言われている緊縮財政の中で処理していかなければならないわけです。でお金がないので大量の瓦礫を集めてどっかに運んでいくという、まあ、そんなお金は全くなかったんですね。そこで一つのアイデアが出てきます。それは江戸から続く東京の水路網を瓦礫で埋めて、でその埋めた場所をですね別のことに活用しようと。そうすれば瓦礫の処理も東京の中で完結するし、さらに新しくできた埋め立て地を別のことに使って東京の発展に貢献させられるじゃないか、まあ、そんなようなアイデアでした。まあ、これはこの時点で非常にいいアイデアだったと思うんですけれども、まあ、非常に残念な点があって、それはこれによって江戸から続く東京のこの水路文化ですね、水路網というものが失われてしまったことです。もし残っていればですね、今の東京もイタリアのベネツィアみたいな、まああいう水路に満ちたですね、あのいい雰囲気だったのかもなと思うとちょっと惜しい気もしますね。で例えば失われた水路で非常に有名なのは江戸城を囲むこの外堀です。ここも瓦礫によって埋め立てられたんですけれども、今どうなっているかというと、東京に住んでいる方ならご存知だと思うんですが、外堀通りという道になっています。もともとこの下には堀が、水路が張り巡らされていたんですよね。それが埋められて外堀通りになっている。はい、ここからさらに東京進化していきます。まずは1947年に35区から、まあ、現在の23区制に変更されます。そして1957年から東京のゴミの埋め立て場所として夢の島の埋め立てが開始されます。また1958年にはついに東京タワーが完成します。どんどん拡大する東京は1962年には人口1000万人を突破、加えて都民の交通の要となる地下鉄ですね、地下鉄も続々と開業していきます。そして東京が世界を代表する都市となる一大イベントがやってきます。1964年の東京オリンピックです。これはもう東京を挙げての大イベントだったわけですね。敗戦国として肩身の狭い思いをしていた日本、あるいは東京に世界中から人々が訪れる、まあ、そんな機会だったわけですよね。大空襲を受けてメタメタになった東京がここまで復興しているんだと、日本というのはまた再び立ち上がっているんだぞということを世界に示す最高の舞台だったわけです。まあ、特に東京はものすごく気合を入れて、まあ、都市をどんどんさらにアップグレードしていきます。これによって東京は世界有数の大都市と誰もが認める都市に変貌していきます。例えばまずは東京から大阪をつなぐ東海道新幹線の開通、これも東京オリンピックに合わせて行われました。そして羽田空港から代々木の国立競技場をつなぐ首都高もこの時代に開通しています。まだ今のような環状線とかそういったものはないですけれども、空港と東京の都市部のアクセスが格段に良くなりました。そして人口増で大問題となっていた生活ごみ問題、まあ、実はこの時代東京って結構汚い街だったらしいんですね。江戸時代はとても衛生的で世界でも一番衛生的とか言われていますけれども、東京は割と汚かったんですが、ただですね、外国の人たちがたくさん日本に来て、東京に来て、なんで汚い街なんだと
思われるのは、これはもう東京都民の誇りが傷つけられることになるわけですから、これをどうにかしなければいけないと。でここで始まったのが、あの青いゴミ収集車による定期的なゴミの収集です。まあ、人々はゴミを適当にその辺に捨てるんではなくて、ゴミを捨てる場所を定めてですね、そこにゴミを集めて、そこにゴミ収集車が来てゴミを持っていくと。まあ、こういったことがですね、東京オリンピックをきっかけに開始されるわけです。他にもこの東京オリンピックの時代にようやく、まあ、それまでは大した場所ではなかった渋谷とか青山、あるいは世田谷といった場所の開発も進んでいきます。まあ、今でこそ渋谷、青山、世田谷なんていうのはたくさんの人が住んでますし、まあ、栄えているというか、まあ、日本を代表する、まあ、おしゃれな都市、あるいは活気のある都市、あるいは高級住宅街なんですけれども、まあ、これらが開発されたのもこの時代ですね。まあ、それまでも当然ある程度の規模の街だったんですけども、多くの人が集まるようになったと。こうして東京オリンピックを通じて現代の東京はほぼ完成したわけです。まあ、2020年の東京オリンピックは批判も非常に多かったんですけれども、1964年の東京オリンピック、第1回のオリンピックですね。これは東京の交通も、あるいは衛生環境も大きくグレードアップさせた、とても意味のある重要なイベントだったんです。さらにオリンピックの後も成長が続いていきます。1974年にはお台場の開発が開始されます。そして1983年には、まあ、東京ではないですけれども、浦安に東京ディズニーランドが開園。そして1991年には新宿に現在の都庁ビルも完成します。そして2000年代に入ると多数の再開発が進みます。例えば渋谷のセルリアンタワー、そして晴海のトリトンスクエア、汐留の再開発、そして六本木ヒルズですね。まあ、それまで六本木ヒルズのあったところっていうのは本当にごちゃごちゃした住宅街だったんですけど、そこがもう完全にこう一つの土地としてまとめられて六本木ヒルズができました。本当にびっくりしましたね。そして東京ミッドタウン、これも六本木にできています。新丸ビルも2000年代にできましたね。まあ、このような再開発がどんどん行われていって、今の東京を代表するような建物っていうのができていくわけです。そして2012年についにスカイツリーが誕生します。まあ、最後駆け足になりましたが、やはり東京オリンピックを経て東京の完成形みたいなものがある程度できた状態の上でですね、今の東京はさらに進化をし続けているということになります。このように遥か昔、武蔵野台地、豊島郡の偏僻な漁村だった地域はですね、江戸となって、そして東京府となって、関東大震災や戦後の復興を経て近代都市に生まれ変わって、現在の東京都となっています。まあ、東京には本当に素晴らしい魅力が詰まっています。歴史と伝統、美しい桜並木、これからできる晴海フラッグのような未来的な都市計画、素晴らしい伝統の和食、あるいは世界的に見ても安価で美味しい食文化、そして居酒屋と横丁、さらには昔から今に至るまで多くの人に愛される商店街、世界に発信されるポップカルチャー、進化続ける都市計画、まあ、本当にたくさんの魅力が東京にはあります。ということで、東京に住んでいる方も住んでいない方も、東京というのはあなたが思っている以上に深い歴史を持つすごい街です。そして今も世界有数の大都市です。まあ、その東京をですね、歴史も理解した上でもう一度巡ってみて、もっともっと楽しんでいただければと思います。僕は東京が大好きです。これからも東京に関してですね、街の歴史であったり文化、そういったものもこのチャンネルで紹介していきたいなと思っています。それでは今回は以上です。この動画が面白かったと、あるいは勉強になったという方は、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録、あるいは一本一本かなり長い時間かけて作ってますので不定期の更新になってしまいます。通知のオンもしていただけると大変嬉しいです。はい、長い時間本当にありがとうございました。またお会いしましょう。